しました、オールナイトピカさん2019、始めたいと思います。よろしくお願いします。もう一回です、もう一回です。じゃあ行きますよ。
If I don't think I risk it, I'll be singing a song. The sun back when I was a kid.
僕は最近ですね、まあサークルの皆さんも知ってるかもしれないですけど、一人暮らしを始めまして、今までおばあちゃんちの家に居候していたわけですね。あ、そうなんですよ。平沢さんはサークルじゃないですか。わかんないかわかんないですけど、僕はそれで今一人暮らしで連邦に住んでいるわけでして、一人暮らしっていうのはだいぶ自由があって楽しいイメージでしたが、難しいものがあるもので、朝ごはんですね。今日食べなかったし、朝ごはんはやっぱり作る時間がないですね。起きた瞬間もう10時だ、やばい、行かなきゃな。本当はもうなんか6時ぐらいに起きて爽やかな朝を迎えて、コーヒー入れて目玉焼き焼いてパン焼いてみたいな。朝は目玉焼きとパンに決まっているわけです。僕は目玉焼きが好きでした。半熟の方が好きなんですけれども、トーストの上に目玉焼きを半熟で乗っけるとなると途中で垂れてきますね。難しい問題があります。黄身がやっぱり垂れてくる。半熟だと垂れてくるけど硬いと嫌だ。でも黄身は乗せたい、黄身を乗せて、三曲目の曲、4曲目の黄身を乗せてほしいです。もう一回目玉焼きはやっぱり半熟が食べたい。どうですか、半熟以外な、目玉焼きではない、もはや。あのプルプルの感じを残したまんまちょっと固形っぽい、あれが美味しい。でもトーストに乗っけると途中で垂れてくる。もういいですね。僕は黄身を乗せたいわけです。黄身を乗せて、黄身を乗せたいわけ。Thank you.
ライブタイプの企画だったんですけども、このバンドですね、ボーカルが2人いまして、ギターのショーマン君とですね、ベースのハルコブが、2人で、カールガールボーカル取ってくれるので、すごい華やかな感じの、サウンドが、できるなと、すごい思ってます。といっても、ハルコブが歌うのは1曲だけなんですけど、また今後ですね、今後ね、今後また増やしていきたいと思います。僕たちはもう早いのに4曲やってあと2曲ですね。メンバー紹介もそうですね、最初のこういう機会なのでいい機会です。メンバー紹介もしたいと思います。僕から見て右側にいるのがドブロのヒロミさんですね。でもなんか平沢さん以外みんなもう見覚えのある人ばっかりみたいな感じなんです。いやいや、来てる方は分からないから。あ、そっか。はい、ヒロミさんはドブロで、誘ってくれたのが、まあ僕は誘ってくれたのがヒロムさんと、そうですよ、ヒロムさんとホグさんですよ。ちょっとちょっと結構覚えているな。これだと、何かいた人になっちゃいます。いや、最初、1年前ぐらいですね、ちょうど1年前で、1年生で、なんか平沢さんが1年前で、あれ1年前もうちょっと後でしょ。嘘、いや、誘われたのはちゃっちゃっとまとめといて。誘われたのは1年前ですよ。なんか平沢さんがこっち来てライブした時に。ああ、はい、ほらもう僕が正しいことが証明されたわけです。で、ヒロムさんとホグさんに誘われて、はい、で、ベースのホグさんが、さっきバリバリの動画を見せてくださいましたが、で、その後、ミキさんをフィドルにお呼びして、で、ノユキさんはなんか、あれですね、バンド連、最初のバンド連ですか。平沢さんがそのいつも栃木にいるからなかなか東北大の方に来ないんで、そのあんまりバンド連を合わせてすることないんですけど、最初のバンド連ですか、ね、で、なんか平沢さんといつの間にか意気投合してなんか入ることになってるみたいな感じになってこういうメンバーになっているわけなんですけど、結構楽しい感じでやらせていただいているので、これからもよろしくお願いしたいと思います。こんなんでいいですかね。はい、自己紹介みたいな難しいですね。一応なんかさっき僕だけなんかサークルじゃないみたいな感じで言われたんですけど、一応僕OB でして、今栃木県の方でケーキ屋さんをやっています。ディスリーキが沢崎君に検索してもらえると、結構インスタグラムとかフェイスブックで出てきますので、ぜひいいねしてください。皆様のいいねが店の活性化につながります。いや大事なことです。じゃあ5曲目ですね。聴いてください。パラメイランズ。I'm going to go to the next one.
次の曲で僕たちプリズムの最後ですが、ライブの名の通りオールナイト平沢ですので、ここからまた続々と平沢さんがやってくるわけですが、続々と平沢さんがやってくるわけですが、どうなんですかね、雑貨やフレーバーとか、USB とか2つの番組 のちょっとした特色みたいな、特色はい、なんかどういうバンドなんだみたいな、そうですね、嬉しいです、まあ、このバンドはですね、まあ今聴いていただいた通り結構いろんな華やかな感じの曲が多かったんですよ。割とちょっと今風のブルーグラスといいますかが多かったんですけど、次の雑貨屋フレーバーというバンドですね、また OB の、ギターの人とですね2人でやるんですけど、結構ブルーグラスではなくポップスをこのバンドにてギターでその2人でどこまでできるかみたいな感じの追求したバンドになってますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。サードステージの、ブルーエストビリバーというバンドはですね、また2つのバンドとは全く、正反対にですね、もうゴリゴリのブルーガスをやりますので、結構暴れ回ると思いますので、皆様よろしくお願いします。最後まで楽しみに待っていましょう。僕もはい、その2つで聞きます。楽しみですけど。緊張もそろそろほぐれてきて、もう遅いですね。遅いよ。まだ結構緊張してきた。緊張します、ね。もう次のバンドとか楽しみだなみたいな気持ちで乗り切って。これはなんだろう。回を重ねれば解けていくものなんですか。意外と解けないんですよ、ね。あ、そうなんですか。じゃあもうダメですよ。結構聞いてます、ね。まあ、どうぞ。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあありがとうございました。プリズムノーツでした。最後の曲聴いてください。シャイニングオーツ。ワン、ツー、スリー、フォー。
回フェーズを続きますので、ぜひ皆様お楽しみください。